皆さんこんにちは。フィリピンダボ情報チャンネルの町田です。本日もフィリピン全国と私が住んでいるダボ市の状況についてお伝えをしていきます。まずはフィリピン全国の新型コロナウイルスの感染者情報についてこちらご覧ください。こちら初めに見ていただきたいのが一番上のではなくて、下の黄色い四角の中ですね。こちらがフィリピン全国で10月25日に出た新規感染者数が表されています。2223人ですね。そしてその右下の数が、感染者の総数となっていまして、37万と28人となっています。一番上に目立っている数字はですね、これまでの感染者の総数から回復者の総数と死亡者の総数を除いた数、現在も陽性の状態が続いている人たちの、数が表されており、3万5000と15人となっています。その下、下の中央の円グラフですけども、こちらは現在も感染が続いている人たちのうち、症状がどうなっているのかが表されていまして、マイルド、軽症者が一番多く 82% となっています。その次に多いのが無症状の人たち 11.3%、続いて重症の方たちが 2.4% で、最後に致命的な状態の人たちが 4.2% ということが表されています。そしてその左の表ですけれども、こちらは新規感染者のうちどこが多かったのかっていうベスト5がですね、年ごとに並べられています。後ほど、今回の動画のテーマとしてお伝えするんですけれども、実はこのトップ5の中にですね、私が住んでいるダボー市が、ついにランクイン入りしたということで、今回は、そこにフォーカスをして動画を作っております。また後ほどお話をします。先にですね、10月25日の時点での回復者、新たに 14,944人。それによって回復者の総数は 328,000 と36人となっていまして、その隣、新たに死亡者が43人出てまして、死亡者の総数は 6,977人と、もうすぐ7,000 人となってしまうという状態ですね。はい、続きましてこちら、先ほどが25日だったんですけども、2日遡りまして、10月23日の時点でのデータです。ここでは一番左の表、年ごとの表ですね、ランクインベスト5といいますか、ワースト5ですね。感染者が出ているワースト5の中の、一番にダバオ市が入ってしまったということが、地元のローカル紙では大きく報道されていました。まあ、感染者数としては99人ですけども、他を抑えてですね、この毎日出ている統計の中でダバオ市が一番、新規感染者が出ているということが発表されました。その翌日、10月24日時点でもワースト5にランクイン入りしてまして、一番下になりましたけどね、91人出ているということで、フィリピン全国の中でもダバオ市では新規感染者が多く出ているということになっています。続いてダバオ地域のこちらはですね、ダバオ地域にフォーカスした10月24日時点でのデータですね。こちらも先に一番上ではなくて、下の黄緑色のところ、なんとですね、新規感染者が156人も出てしまっていますね。こちらは先ほどのフィリピン全国の10月24日のデータよりも多くなってるんですけども、実はですね、こちら毎日発表されているんですけれども、フィリピン全国のデータの方が先に午後4時の時点で発表されて、まあすぐに発表されるというか、やっぱり時間差で、特にメディアには回るんですけども、ダバオはもっと1時間基本的にずれて、まあさらに公式の発表時間は5時になってるんですけども、大体、メディアで見れるのは、午後の8時とか9時とか、ひどい時にはもう深夜ぐらいになって、その日の新たな情報が見れるので、先にフィリピン中央政府に報告していたものよりも、大幅に増えて156人の新規感染者。もしこれが出ていたらまた、ワースト1位になっていたでしょうね。24日の時点です。ダバオ地域の情報ですけれども、赤いところが感染者の総数で、ダバオ地域だけで4630人出ています。一番上はフィリピン全国のと同じで、感染者総数から死亡者の総数と回復者の総数を除いた現在も陽性の状態が続いているアクティブなケースとして1074人、ということになっています。で、円グラフは同じく、感染、現在も陽性の状態が続いている人たちの症状の割合を表しているんですけども、ダバオ地域では無症状の人が一番多く、でも 56.4% ですね。その次に軽症者が 37.1%、で、重症者が 5.9% で、致命的な状態の人が 0.7% となっています。そしてダバオ地域内での左のグラフですけれども、やはりダバオ市
ダボー地域の中でもダボー市が一番多く新規感染者が出ていまして、118人となっていますね。続いてダボーデルノルテ、ダボーデルスール、ダボーデオロ、ダボーオリエンタルと続いています。そしてこちらですけども、左側が回復者の数、新たに91人、そして、回復者の総数が3397人となっています。その隣が、死亡者で新たに3人死亡者が出てまして、死亡者の合計が159人となっています。で、まあ、ちなみにその下ですけれども、1614人検査をですね、受けたうち175人が陽性だったということで、陽性率というのが 11% だよというのが、ここで表されています。はい、そして本日のメインのテーマですけども、ダボー市のことについてお伝えしています。まあ、このようにですね、今お伝えしたように感染者が増えているので、ダボー市としても規制をですね、独自に強めています。ダボー市政府は10月26日から新たにですね、職場内での新型コロナウイルスの集団感染を防止するために、今年の年末まで特別措置を職場内で取るよう、官民を対象とした命令を出しています。ダボー市が行った新型コロナウイルス感染者の追跡調査の結果、現在は職場内や施設内にて感染し、それが家庭内感染につながっているということが判明したとのことです。すでに国から規定されている規制下における職場内での人員の体制というのが決められているんですが、ダボー市では独自でですね、官民ともに職場内での規制を厳しくすることを決めています。すべての政府機関及び民間の事業所は2020年10月26日の月曜日から2020年の12月31日まで通常とは異なる勤務シフトの採用を推奨されるようになりました。具体的には次の3つのうちのいずれか、または組み合わせにより職場内での感染リスクを減らすようにという命令書が出されています。1つ目がですね、勤務日をずらすことによる人員の削減。2つ目が在宅勤務、いわゆるリモートワークですね。そして3つ目が時間差勤務です。ダボー市は、もし職場内での感染者が1人でも確認された場合、職場内すべての人が14日間の隔離をすることとならないよう、時間や勤務日をずらすなどして工夫をすることとしています。もし同じ場所に同じ時間帯で全員がですね、勤務していた場合、事業所自体の閉鎖となってしまうため、官民ともにですね、継続的な事業所の運営をすることができるようにするという意味があると説明されています。政府機関に関しましては、リモートワークと職場内での職勤務の職員を分けながら、事業所、事務所を運営し、勤務時間午前7時から午後7時までの間で、うまいことですね、リモートワークと職場内での勤務ということを分けて対応するとしています。そして自宅での勤務時間は、タスクを正しく完全に実行できる場合、完全な労働時間としてカウントされるものとするということが行政命令書に明記されています。さらに、行政命令の中では、特別な仕事の用事がなくオフィス内でうろうろすることを許可してはならないとも書かれています。さらにですね、この行政命令によって政府の事務手続きの遅延の言い訳は認められないともしっかり書かれています。まあ、いわゆる行政手続きとしに行ったらですね、いや、今リモートワークしなくちゃいけないからちょっと時間かかるっていうのは許されないよということがちゃんと行政命令書内に書かれています。そして行政命令には勤務時間についても書かれており、従業員は事業所の幹部によって、その勤務時間を厳重に監視され、週40時間の労働時間に準拠していることを確認する必要があるとも書かれています。まあ、こちらはですね、特に政府機関の規定の方で定められているので、民間の事業所に関しては各企業、団体の規定に基づき判断されることとなると思います。冒頭でも申し上げましたが、ダボー市保健局が最近実施した感染者の追跡調査に基づいて、いくつかの事業所や施設で症例が集中してしまい、労働者の世帯に感染が広がっていることが分かっています。実はこの行政命令が出される前から、ダバオではダバオ市の裁判所、市議会事務所、国家公務員委員会事務所等から、新型コロナウイルス感染者が出てしまったため、一時的に閉鎖されています。これにより、ダバオ市内で働かれている方はもちろん、もしかしたら買い物やですね、重要な用事の際に多少の影響が出る可能性もあると思います。ダバオ市内ではダバオ地域全体から新型コロナウイルス感染者を受け入れているサザンフィリピンメディカルセンター、通称 SPMC という病院があるのですが、
その病院のベッド、特に ICU のベッドが満床であることが、先日の報道で発表されています。なので最近になってからですね、夜7時から翌朝5時まで夜間外出禁止令となったんですけども、これが、出たのも、病院のベッドが満床になったということが理由であると市長が発表をしています。現時点でダバオ地域内で新型コロナウイルス感染者を受け入れている病院はですね、このサザンフィリピンメディカルセンター SPMC とタゴム市にあるダバオリージョナルメディカルセンターのみでして、他にも受け入れ病院の候補はあるんですが、実質今この2つのみということで、受け入れ体制としては危険な状態にあると発表されています。そのため、最近感染源となっている職場内感染を防ぐため、官民ともにですね、10月26日の月曜日から勤務体制を変えるようにという行政命令が出されました。新型コロナウイルスに感染してもですね、ICU が満床で治療してもらえないなんてことになったら本当に大変ですから、ダバオ市にお住まいの皆様は、くれぐれも緊張感を持って、お互いにですね、気をつけていきましょう。まあ、ここだけじゃなくて、今フィリピンも日本も大変ですけどね、まあ、特にダバオ市はこういった事態になって規制も厳しくなっていますので、引き続き注意していきたいと思います。というわけで私の動画ではこのようにフィリピンのことや私が住んでいるダバオ市について情報を発信しています。ぜひチャンネル登録がまだの方よろしくお願いいたします。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。さようなら。